私の一人称は俺、俺だって女の子に憧れてんだ。休日はネカフェ、好きな漫画広げ、現実から逃げ、無限に浸れ、そうしてるうちに性格もひねくれ、人も離れて趣味を独り占め、横にいるジェケの姿短い、一方俺の方は醤油からかけてるメガネ、今絶対陰気だなって思ったろお前、そうです、私は何しても一生陰キャで、甘いもの嫌い、ピンクも嫌い、イベントで規則破る JK も嫌い、先生たちかわいそう、陽キャ JK たちの相手かわいそう、キャラメルマシュマロイチゴ飴、これ全部かわいい女の子の夢、でも私が勝ちるのゲーム、女の子に憧れて早18年、ちなみに彼氏ない歴も18年、ぶっちゃけ恋愛には興味ないね、強がって待って今思うだろお前、そりゃそうだろ俺だって可愛くなりてんだって、憧れてるキラキラした世界、何から始めるのが正解、とりあえず洋服とメイク道具、コンタクトに変えたら見た目もソフ、あれもしかして今私可愛い、この見た目じゃまともにエペできない、この格好でねカフェ行くのはもったいない、女の子が集う原宿に行くしかなくない、キャラメルマシュマロイチゴ飴、パンケーキはためカフェオレ、タピオカは追加で、